終わった。もう7000人以上の人が見てくれてたし、コメントも100件ぐらい来てたのに、ごめん。いや待ってマジで辛いで辛いで辛いんやけどさ、いやほんまに辛いで辛いけどさ、辛いけどもう過ぎたことは、もう会ったことは辛い辛いって言ってても仕方ないから切り替えるよ私は。辛いけど、じゃあね、今回の動画は結構こだわった動画やったんよ。頑張ってメイクもしたさ。ちょっと顔赤いのはね、走って帰ってきたんですよ。ちょっとこの著作権に引っかかってますっていう報告を YouTube のから受けて、走って帰ってきて、顔が赤い。バキって言った。ああ。慣れぽよですよ。慣れてますよ、もう。慣れてますけど、こんなところを全世界に発信するわけにはいかないんで、プラス思考の私を発信してこその SNS だと思ってるから、今日は、慣れても元気なおふみちゃんを紹介していこうと思います。元気、100倍。ふみパンマン。ちょ、あかんわ、マジで。今、あれなんよ。ちゃんと編集し直してね。ちゃんとフリー音源って書かれてるやつから、私は音楽を引っ張ってきて、入れたのに、著作権に引っかかってますって出たんですよ。VGM が。フリー音源ちゃうやんって。まあでも仕方ないか、私がそっから引っ張ってきたのが悪い。うん。その通りを自分でね、自分でフリー音源を作ったんじゃなく、人がフリー音源って言ってるものから引用させていただいたので、もう文句言えないと思っていますが、私は今こうやってまだ編集し直しているっていうことを、知っていただき、辛い。じゃあ何が辛いって、全然いいよ。収益化できてなく、できてませんでしたとか、そういう類は全くいいよ。ただ、みんなからのコメントを読めなくなるということが辛すぎて。通知は来てたんよ。誰々さんがこんなコメントをしました、みたいな。で、チラチラと見ながら仕事中に、あ、楽しみやな、帰ってから見よう、みたいな。思ってたのに。思ってたんですよ。だからどうか本当に、あの、一個前の投稿にね、じゃ、ほんま、ごめんな、こいつが治らへんねん。また、いや、治ってるけど、後が治らへんねん。しかもすっぴんで本当に申し訳ない。顔、薄い、薄いね。さっき、薄そうな顔なってるとかも、ええねん、そんなんは。じゃあ、あんまため息ばっかついたらあかんな、こういう動画って。プラス思考でいかんとあかん。あなたは幸福の価格。だからどうかね、前一個前のキツネメイクの動画にまたコメントしてくれてた人はコメントしてほしいなって。だってさ、このグッドボタンもいっぱい来てたんや。もう過去一来てたんやで、ね、うちの動画配信した中で、うちの動画を YouTube に上げた中で過去最高の視聴回数と過去最高のなんていうの、1時間で載せて1時間において視聴回数がどんだけ上がってますとか、ランクが出んねんか。今、第何位とか。第1位やったんや。コメント数も第1位やったんや。ほんで、視聴回数も第1位。グッドボタンも第1位やったんよ。わかる？この気持ち。いや、わかるよ。わかってくれるやろ？ありがとう。ほんま勘弁してほしい。あ、終わった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 。ちょっともう一回あげる。もう一回あげ直す。ちょっと待って、終わった終わった。これをね、今から、ちょ、今からあげるから、ちょっと待って。見てて、一緒に。
じゃなんか YouTube スタジオの画面をどこまで映していいか分からへんねんけど、なんかあかんとか言うやんか、個人情報やからこれはみたいな。で今髪の毛ボサボサなのはほんまにあのね辛すぎて、ちょっと初めてやったので多分 YouTuber の人は誰にでもあると思うんやけど、こういうなんかあの弾かれましたみたいなのが、ただ私にとっては初めてというか、まあ、初めてだしちょっと辛くて、ほんでこのオープニングの曲もうちはこだわって、一生懸命こだわって選曲したよ、今回はめっちゃこだわったよ。だから TikTok みたいに音源を合わせてさ、オープニングもさやってさ、やったのにさ鼻くそ出そうになったわ。鼻水じゃなくて、これまた文も一から歌なあかんの？ちょっと待って、よだれ出た。これまた文も一から歌なあかんの？マジで言うてる？ほんまに言うてる？頑張るわ。今アップしたんよ。今アップしたっていうか、あの、限定公開にして審査中っていうことにしてもらってて、著作権侵害とかがなってないかとか、広告に関する動画の適合性をチェックしていますっていうのが出ててこれあと20分待って、あと20分待って適正かどうかっていうのが判断されるらしいんですけど、もうね、あの本当に申し訳ないしかしない、皆さんに本当にごめんなさい、本当にごめんなさい、もうコメントとかしていただいてた皆さん本当にごめんなさい、ほんまにもう謝るしかできない、本当にごめん、もうほんまに嬉しかったし、もう一言全部の一つ一つのコメントが自分の励みになってて、釣り動画撮ろう、こんなん撮ろうとかっていう励みに、支えになってたから、それがほんまに申し訳なくって、もう謝りきれへんって思うけど、ほんまにごめんなさい、ごめんね、もう泣いた。いや、なんかつい今日、なんか、最近占いで、私水瓶座なんやけど、水瓶座はよく、最近、調子に乗らないようにしましょう、みたいな感じの占いの結果がよく出てたんよ。多分調子乗ってたんよ、今回。今回っていうか、最近。なんか、インスタのフォロワーも1万人いって、やったーみたいな、夢の1万人にいったーって思ってたんよ。んで、YouTube の方も、1万人越してさ、この間まで質問コーナーで1000人登録者が行きましたっていうので、1000人記念の質問コーナーっていうことでやってたのに、もうこの間つい1週間のうちに1万人に行って、って感じで調子乗ってたんよ。多分こう天狗になっちゃってね、ちょっとだけね、ちょっと嬉しかったんよ。ごめん、それでちょっと調子に乗っちゃって、やったーって思っちゃってました、ごめんなさい、もう調子に乗りません、もう絶対調子に乗りません、言い戒めていきます自分を、本当にごめんね、ごめんなさい、もうごめんねなんてタメ口を聞くなっていうことやね、もうほんまにごめんなさい、もしよかったらまたもうコメントとかいいねとか、もうバットボタンでもいいよ、この際なんか反応くれたら嬉しい、無反応が一番悲しい、なんか反応くれたら嬉しいなって思います、もうちょっと泣きそうやって、こんなとこで泣くわけにはいかへん、私はまだ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 なんですよ、ここで泣いて終わるわけにはいきません、よろしくね、これからもごめんね、じゃあね、泣き笑い、バイバイ。